滝沢秀明氏の、戸部に金プリだったの平野潮と神宮寺優太が合流。コンサートを目指す新たな舞台へ、ジャニーズ界に新たな波乱が巻き起こっています。滝沢秀明氏、41、が昨年にジャニーズ事務所の副社長を退任し、その後新たに設立したエンターテインメント会社、戸部が話題となっています。そして、その戸部にもっと、 キー・エヌ・ジー・アンド・ピンスの平野市要26と神宮寺ゆうた25が合流することが発表されました。平野と神宮寺は今年5月突如としてキー・エヌ・ジー・アンド・ピンスを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場してしまったことで多くのファンが驚きと悲しみを抱いていました。しかし、その後の展開に目が離せません。 なんと、二人は飛べの YouTube チャンネルの生配信に登場し、新たな舞台への決意を語ったのです。平野仕様は、楽しい時間、空間を作っていきたい。コンサートを、たくさんやっていきたい。と、意気込みを語りました。一流のエンターテイナーとしての才能を持つ彼にとって、 コンサートはファンとの特別な瞬間を共有し、自らの表現を極限まで高める情でもあります。その情熱がどのようなステージに昇華されるのか、ますます期待が高まりますね。そして、神宮寺雄太もまた、新たな場所で皆様と素敵な景色を見たい、と語りました。彼は歌唱力とダンスのスキルに加え、キャラクター溢れる魅力で多くのファンを魅了してきました。 新しい環境での彼の活躍は、まさに輝かしい未来を約束しています。また、平野と神従寺の合流だけでなく、元 V6 の三宅県44元部に加わることが発表されています。彼はグループ V6 の中核メンバーとして、数々のヒット曲とともに長きにわたって活躍してきました。 今回のトベへの参加で、新たな可能性が開かれることでしょう。滝沢秀明氏が率いるトベは、これまでのジャニーズの枠にとらわれず、個々のエンターテイナーの可能性を最大限に引き出すことを目指しています。そのプロジェクトにおいて、平野紫耀、神宮寺勇太そして三宅健の才能が融合する瞬間は、まさに夢のような瞬間になることでしょう。さらに、 トベのコンセプトは、挑戦し続けるエンターテインメント。これまでの枠にとらわれず、新しい表現やステージを創造することを重視しています。その意欲的な姿勢は、これからのエンターテインメント業界に大きなインパクトをもたらすことでしょう。ファンの皆さんも含め、多くの人々がトベの新プロジェクトに注目しています。 滝沢秀明氏の経験とリーダーシップ、平野紫耀、神宮寺雄太、三宅健という豪華なメンバーの参加、そして挑戦し続ける姿勢。これらが融合することで生まれる未知の可能性に胸が躍るのは必然です。さらに、戸部の公式 YouTube チャンネルでは、メンバーたちの日常や裏側に迫る貴重な映像が公開されています。 彼らの素顔や情熱に触れることで、ますますファンの心を掴んで離さない魅力的な記事になることでしょう。ジャニーズファンだけでなく、エンターテイメント愛好家や音楽ファンにとっても、トゲの新プロジェクトは必見です。彼らが作り出す新たなエンターテイメントの世界にどんな感動や考えが待っているのか、今から楽しみで仕方ありません。 飛べの新たな挑戦に対する情熱と期待が高まる中、これからも彼らの活動を見守っていきたいですね。今後の彼らの成長と飛べが描く未来への展望を引き続き伝えていきたいと思います。心躍るエンターテインメントの舞台に、ぜひ皆さんもご一緒に足を踏み入れてみてください。